いいね。こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。助産院バブバブのマークです。頑張れんでいいで、適当でいいで。はい、まあ、できてきたね。今日は8月11日、はい、オープンまで間に合う間に合う間に合うって感じで、今あの建設中の助産院バブバブです。オープンまで2ヶ月弱。10月1日ぐらいからオープンよね。そうやね。9月中に引っ越しで、10月からここで、いよいよ助産院バブバブオープンなんですけど、間に合うなんかいてるね。見てください、見てください、可愛くないですか。これシーサー、ちょっと今2体しか持ってきてないけど、通常は、この子口開いてるのがこれオスやねんね。そう、この男の子のシーサー で、 でもう1体メスのシーサー、それメスは口閉じてるんですよね、で口を開いてる方のオスのシーサーは基本だからガーって口開いて、外から来るものをこう追っ払う、沖縄の悪霊を追っ払うっていうのがオスの役割で、でメスの方は口を閉じてて、着ているその服を外に逃がさないっていう役割があるそうです、シーサー。だからオスとメスとだからついで奥でね、でそこにこうバブバブ助産院なんで、これ私のアイデアで赤ちゃんシーサーを横に置いたらどうだろうかと思いました。赤ちゃんや、親子、こんな感じで可愛くないですか。可愛いね。可愛い、親子でこうやって置こうかな。もう本当に3ヶ月ぐらいかけて手作りで、そう作ってもらってね、職人さんにね、僕らの思いを言うて作ってもらいました。そうそう、ね、めっちゃいい出来で、かわいい。それをで、それをここやな、ここシーサーが来る場所なんですけど、ここ今これ作ってここへ置くで、今ここ穴開いてるんですけど、この中に照明が来るらしいんですよ。そうそう、これで下からこう夜とかシーサーを下からこう照らしてくれて、こうシーサーが浮き上がる感じになるみたいです。そう、こことそっちがシーサー の、 あの守り神が入り口いてくれるこのエントランスですね、バブバブのね。で守り神のシーサー、はい、じゃあシーサー君ちょっとここに、ほら危ない危ない、こんなとこ行って、ちょっと先ちょっと置いてきます。ここがそのシーサーがいてくれて、ここが入り口エントランスになります。で今土とかいろいろ置いてあるけど、ここは芝生になるよね、全体が芝生で、お庭全体芝生になる、周辺全部植栽、沖縄の植物何種類やった、80種類ぐらい、80種類、はい、選んでダーッとこの周りうわーっと囲んで、前の大阪のバウアウと一緒、年間いつでも花が咲いてる、それでママの心を癒したいという思いで、沖縄中からアネッタ、アネッタへの植物を集めてきてる、今集めてる途中。またそれ入ったらすごい雰囲気が変わるね。で全体芝生 でここに前の大阪の助産院バブバブの土の道が手作りで出来上がります。いい感じにカーブ、いい感じでカーブ、私あのカーブがすごい好きやった。そうそう、なだらかなカーブ。そうそう、でここが玄関やけど今閉まってる、今入れないんで、ここが、はい、玄関です。玄関で、で、これね柱、バブバブのモチーフ、バブバブモチーフはあんの知ってました？丸がモチーフなんですよ、この丸。なんで丸ですか？ね、ママの丸いあったかい心、ママの丸いおっぱい、赤ちゃんの丸っこいあの赤ちゃんたちの丸さ、あとは人と人とのつながりの丸、そんなんで丸っていうのがバブバブのモチーフになっています。で大阪の古民家のバブバブも丸がモチーフであったんですけど、それを沖縄でも再現してもらいました。今日は玄関が閉まってるので横からちょっと横から入ります。行きましょう。診察スペースです。中入ってちょっと今まだ作ってるところですけども、広い台になってるところがママさん、おっぱいマッサージするときにママさんがここに横になって、そうそう、ね、寝るわな僕はい、患者さんです、はい、ママが寝てもらって、で連れてきてもらったお子さん、赤ちゃんはこっちで遊んでてもらうっていうような、こういう広いベッドを作りました。私はここから座ってもうちょっとこっち、おっぱいマッサージしながらここで語り合います。でこここんだけスペースあるから赤ちゃんもね全然いいね、和の感じですね。でこっちもほら丸、
丸バブバブのモチーフね。で、ここの空間、ここはドアがつきます。だから、プライベート空間というかママさんたちが安心してケアを受けれるように待合スペースとの境目でドアがきます。でもここ閉め切ってたら次の人来た時に私気づかなかったら困るんで、ここにガラガラガラって開けれる窓がつきます。でそこがつくことで私ここからあこんにちはちょっと待っててくださいねってあの待合スペースのママさんたちと会話ができるようになっています。この高さポイント、ここ全部閉め切ってしまったらなんか閉鎖的やなと思って開放したいなとは思ったんですね。でも低すぎたらおっぱいここで出してるのにね、やっぱり緊張するじゃないですか。なので玄関向こう側やから玄関から入ってこられても絶対見えない高さでこう安心できる感じでも、こう待ち合いスペースと通通になっていてっていう絶妙な180センチというこの高さにこだわって作りました。で今はこれとこう通通になってるけど、この内側にアクリルの透明の板やね、にすりガラス風のシートを貼る。貼る。ガラスにしたらやっぱ子供たち1歳2歳児バーンって割ったら困るんでね、あのアクリル板で安全なようにしてこうすりガラス風のやつがこの内側に全部バーッとこっちもこっちも入ります。ベッドは色は何色なの？ネイビー。ネイビー、インディゴネイビー。インディゴネイビーもバブバブのモチーフ、丸とインディゴカラーっていうのがバブバブのモチーフになってます。クッションが入る。でクッションが入ってこう寝心地のいいベッドにネイビーの色でなります。でこちらの天井が売りかな。あちょっと今火が見えないけどね。天井高いですね。かわいいですね。こんな感じ針があって天井と壁の隙間のところ今全部塞がれてるんですけど、そこが全部開くよね。開きます。だから光が外に光が自然光が入ります。そうそう、だから屋根が浮いてるような感じになるみたいです。で全面今これガラス入ってますけど、これも窓ガラスの内側に障子が、和ですね、モダンな和で障子が全面に入ります。でここが待合スペースで、床があの大阪のバウアウと同じインデゴの畳。そうで床は琉球の、あの琉球畳で、インディゴブルー、これも大阪の時のバブバブと同じなんですけど、畳がインディゴブルーの畳です。ってなんねんけど、入れてみたらめっちゃおしゃれなんですよ。これ大阪でずっと、ね、あのやってきたから、多分大阪のバブバブ知ってる方はここ来た時にいやバブバブやってあの喜んでいただけるかなと思うんですけど、ここは全面インディゴの琉球畳が入ります。和です。あこれね、大阪のバブバブの建具を持ってきて、懐かしの大阪のこのバブバブの建具です、これを参考にしてこれこれ作ってもらって、今ね作ってもらって、どんどん作ってもらって、これが生きてますね。そう、わざわざこのために沖縄まで持ってきたんですよ、大阪から。職人さんに伝えるためにね、持ってき、ここが畳になって、畳の待合ですけど、結構広いね。広いね。コロナでも3組の家族ぐらい行けるぐらいかな。全然行けるかなとは思いますね。ソーシャルディスタンスも考えて、コロナがね落ち着いたら本当にここで皆さん遊んでもらえるなっていうね、おもちゃも置いてね、はい、そういうスペースになるかと思います、これ YouTube の撮影部屋です。専門のスタジオです。完全防音、結構広いですね。でも完全防音なんで、ここにも照明持ってきて、ここで YouTube あの撮影する、そういうお部屋になります。ドアも鉄の ドア作るんだよ。シェルターみたいな感じですね。そうそう、あの外からの音が入らないよ。すっごいですね、完全防音の YouTube 部屋。大ちゃんが部屋欲しい言うとったから取られるんじゃないかな、壁のキワキワのところずっとこれ間接照明がここも入るそうです。今回のバブバブのテーマはやはりあの大阪でできなかった間接照明で見せる、おしゃれ、そこがポイントですね。どんな風になるんでしょうね、あの間接照明専門 その照明デザイン家、そう、あの日本で匠屋と言われているトップクラスの間接照明デザイナーさんが入ってるんだそうです。すごいですね、どんな風になるんでしょうね。こっちの壁でホワイトボードをここにこうしてこう書きながら こっちにカメラがあってこう書きながら説明するっていう YouTube が撮れる。エアコンの本体をここに入れて、でさっきのああいう縦具みたいな縦のラインが入って、そこからエアコンが見えない状態でここからクーラーのエアコンの
空気が出る。そこにクッションが入っとって、ここにこうやって僕が座れる。わかりました。全然わからない。それはまた見てのお楽しみ。じゃあその私たちがこう座ってる椅子になってる、こう座ってる椅子になってる、この椅子の下がここにエアコンが入ってる。そうそう、隠れてるっていう。そうだから、エアコンが見えない。でも密室やから十分冷える。でおしゃれ。でここが、はい、ここ授乳スペースです。狭いですけども、まあ皆さん大阪でも、 もう待合スペースで普通にみんな授乳してましたけどね。みんなと喋りながらやりたいしっていうので、あんまりこう締め切ってやりたい人の方が少なかったけど、一応こうここで落ち着いて授乳できるようにっていう授乳スペースも作っています。でこれもね、エアコンが効かへんかったら困るので、こう上は開けた状態でこうドアがつく感じで、エアコンがちゃんと入るようにっていう風にしました。ここのスペースが、洗面台ですね。鍾乳、ミルク鍾乳したりとか、まあ、手洗ったりとかっていう洗面のスペースに。お湯も沸かせる。お湯も沸かせるようになるね。最後この端っこ、ここがトイレになります。はい、バブバブはこんな感じ。これ間に合う？ほんまに。もう全部まだコンクリートやけど。いや、ここも全部漆喰、真っ白いね。漆喰上も、うん、でここも木のドアが、おしゃれな木のドア。木のドアが入るそうです、はい、でここは鉄のドアだそうです。鉄のドアガチンガチン。こっからの景色もいいね。ここが入り口よ。でここが玄関ですね、うん、ここからこう入ってきて YouTube の部屋ね。さっきテーブルがあって、ここに箱があって、こっからエアコンが出る。ここからエアコン、この子エアコン入ってるやん。でそこの上にクッションがあって、ここへ座れる。あ、なるほどね、この中や、この中や、ね、診察室の中や、ね、診察スペースですね、うん、こんな感じになるね、うん、ここら辺は基本的に自分が現場で絵を描いて、このサイズでこの幅が何センチでっていう指示は全部してます。これも職人さん作れる。なかなかこれ初め作られへん言うたんやけど、丸ってすごい、切れ丸を作るってこれ難しいですよね。でも根性でやってくれはった。すごいね、うん、綺麗な丸。そうそう、ここも障子全部入ったらめっちゃ日本になる、ね、全部障子が入りますからね、目隠しにね。久しぶり、こういう和っていうのは沖縄にはないよね。なかなかないよな、それができる。この景色も抜けてるからいいよな。まあコロナやからな。でもワンサカ来ていただくいうことはなかなかできないよな、うん、ちょっとね、しばらくはできないでしょうね。ーソーシャルディスタンスで本当に一組だけ入れさせてもらってっていう感じで、やっぱ赤ちゃんがね、妊婦さん赤ちゃんが来る場所なので、うん、そこら辺はちょっと慎重にね、うん、本当にそうそうそう、守らないといけない立場だと思いますので、慎重に行きたいなとは思います。まあめちゃくちゃおしゃれに、おしゃれな形になってきて楽しみやね。楽しみですね。はい、はい、ということで建設中の、まあ、10月ぐらいからオープンできるであろうと思われる、新築バブ、はい、紹介させてもらいました。まあ、なんじゃかんじゃで計画してから早何年ですか？計画を始めてもう2年半年ぐらい。土地探しからやろ。まあ、2年半こだわってこだわって、ようやくこうやって形になってきましたね。もう楽しみですね。はい、めちゃくちゃ楽しみです、うん、ね、はい、沖縄の方々はぜひ、10月ぐらいからなんで、新しいバブバブに来ていただけたらいいなというふうに思います。はい、はいはい、じゃあまたもうちょっと出来上がったらまた紹介します、ね、はい、はい、ということで新しいバブバブのご紹介でした。12人目産んじゃいました、助産師久子の子育て学校。チャンネル登録してぜひ入学してください。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当でええ。